行きたいのか？そういうわけじゃないけど。なら俺が家事をやればいいんだ。俺がやれば妻はずっと家にいる。妻はこれをずっとやっていた。できたぞ。あら、これ今日は荒出しにしてみた。おいしい。嬉しいもんだな。うまいと言われるのは。いただきますとごちそうさまだけじゃ足りなかったんだな。今夜何食べたい？何でも。そういうのが一番困るんだ。不安だったの。私が家事ができなくなったらどうなるんだろうって。じゃあ肉じゃが。え？お味噌汁は赤だしでね。ああ、任せとけ。